は十八時三十分になりましたこの番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です本日もとかしきかおりが MC を進めさせていただきますはいまたこの番組はですねギノワンのヒルズ通り海の見える素敵なスタジオからお送りしておりますはいあかりさん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします本日は収録放送ですがはいはい 今、今はまだ沖縄にいらっしゃるんでしたっけ。そうなんですよね。はい、うん、ちょっと急遽、来週ね、あの毎週水曜日にお願い収録してるんですけど。うんうんね、ちょっと来週は、私が横浜に、うん、予定がありまして。はい、なんか前回ちらっとおっしゃってましたが、<laughs> うん、すごい面白い回ですよね、はい。はい、全国から人が集まってきて。うんうん。うん、私。 そこ,にそこの会に2年半ぐらい関わってるんですけどいま、うん、だにリアルで会えてない人が何人かいるんですよいやー2年関わって会えてない人がいるって <laughs> すごい私は想像できないけど <laughs> どうですか会う気持ちというか、うん、楽しみワクワクん,なんかもう来週だねみたいな感じで <laughs> え。ちなみにどのくらいの頻度で連絡を取り合ったりというかあの、はい、関わりを持ったりするんですか そこはなんかコミュニティで、うん、あのなんかそれぞれ15個ぐらいの会があるんですようん、うん、チームがあって<ー>そこの,なんかあの定期的に皆さん参加したりとかいろいろ展示会オンラインのマルシェみたいな感じのあなるほど、はい、展示会があってそこに出展してる人たちのチームなんですね、うん、じゃあ1個のコミュニティに15ぐらいのチームがあって、うん、そこの人たちが一堂に集まるっていうことですかね そうですね。まあ、全員はさすがにちょっとねできないんですけど、うん、今回関東なので、うんはい、横浜なので結構人が集まるんですよ。うーんなるほどちなみにこの会の詳細っていうかどういったコミュニティなのかも少し聞けたらと思ったんですけどあ,ありがとうございます。はいはい、今ちょうどね今日はたまたま収録放送しかもズームを使ってねあかりさんはニノワンのスタジオで、はい、私は自宅の方で今、うん。 入ってて、ズームなんですけど、うんはい、ズームを使ったオンラインの出展をしていて、出展してる人たちが、このブレ、ズームってブレイクアウトルームってお部屋を作ることができる。わかりますおはよううんあの、お部屋。お部屋ブレイクアウトルームあの、細かく分かれることができるんですよ。このズームの機能についていて。うん、はいはい。で、そこにそれぞれの皆さんが、 ブースというのを構える結局なんかよくコンベンションとかで展示会やってる時ってそれぞれなんか皆さん出店しお店の出店してる人たちとかがなんかそれとも企業さんがなんかテーブルとか囲いでこういう商品がありますよみたいなねいろいろやってるじゃないですか、はい、あれがあのオンライン上のズームに、はい、へーズームのそれぞれのブレイクアウトルームというお部屋の中に。 それぞれぞ出展者が待機していていい面白いえちなみにどんな商品を出展してるんですか、うん、あえっとねテーマがあるんですよ。ほうほう私が関わっているところは、うん、沖縄北海道エキスポっていって沖縄そうエキスポエキスポ,エキスポっていうあの名前でで沖縄の、まあ、観光だったりとかい、うん、あのそれぞれダイビングの人がいたりであの。 沖縄のオーガニック野菜とか果物扱ってる人がいたり、うん、沖縄で出張バーベキューって言ってバーベキューをやってる人がいたりとかいろんな出店者がいるんですね北海道はあのあの居酒屋さんだったりとか、えー、あの通販の居酒屋さんとか、うん、あのジビエのお肉を扱ってる人とか出店してては参加者は無料でそこに。 登録したら入ってこれてれ、うん、それぞれ自分が好きなところに入っていって、まあ、商品の説明を聞いたりとか購入したりとかできる。<ー>で,、うん、で他にテーマがいっぱいあって、うん、で健康のテーマで健康に関わる商品とか、うん、セミナーをやってる人たちのチームがあったりうん、うん、開運っていって占いとか面白い <laughs> のエキスポがあったりうん、うん、あとは。 住まいの未来って言ってこのなんか住宅の住宅だったりあのまあ匂いだったりとか,このとかそういうのを出店してる人たちがいたりとか本当にそれぞれいろんな子どもの未来って言って、うん、子どものことを考えた、うん、あの 商品とか、うんうん、またセミナーとかをやってる人たちが集まってたりと本当にいろいろあります。へー、じゃあすごい大型ショッピングセンターがオンライン上にあるみたいなイメージでもあるんですね。んうんうん。ええちなみにこれはこの香織さんも何か出品されているということですか？前はやってたんですけど、はいはい。前は結局時間のこのセミナーだったりとかを、うんうん、はい、こういう感じでやってます。説明してそこかそこに。 セミナーに来てくれる人たちを、うん、はい、うん、まあなんだろう自分の方からアピールしてああなるほど入道、はい、してる感じでやってたんですよ、うん、で今はこの沖縄エキスポの運営する方、うん、ああ運営さんに回って、はい、私は今運営の方に回ってるのでるうん、うん、そんなそんな役割ですへすごいそれがこう一度にリアルで対面する機会が来週あるということで、うん、来週 え、すごい、会場も大きいところ抑えないと、入らないんじゃないですか。結構大きいですよ。え<ー>、うん、リアルで出展する人たちも40、いや、四十ブースぐらいあるので。お、すごい。うん、沖縄からも、あの、一緒に行く人がいて、うんうん、出す人がいて。シークワーサー屋さんが一緒に出すんですけど。うん、<laughs> あ、いいですね。沖縄っぽくて。<laughs> うん。うなんか、ね、でもう、うん、お、お祭りみたいな感じ。へえ、そっか、そ、ちなみに。 あの横浜近辺に住まわれているリスナーの方が気軽に行くこともできたできますよ。ちょっとね<ー>当日入場料出るんですけどぜひぜひいろんな人と交流結局人とつながる目的で皆さん来るんですよ。うん、あなるほど、うん、ぜひねあの高島新高島駅の近くにあの会場があるんですけどむしろこれって後からあかりさんにこの 会場案内とかしてください。あ、そっか。この放送自体があるかな。はいえーえー、この放送自体はもう来週だから終わってますよね。<そう> <laughs> あ、でもちょっと youtube に早めにアップしましょうか。うん、あ、できますか？はい、大丈夫ですよ、うん。嬉しいです。新高島駅の近くにはいあるんですよ。そこになってます。うん、それじゃあ、この放送を聞いている方はちょっともう <laughs> ええと終わってる。 のですが、はい、YouTube をご覧の方は、えっと URL を私があの詳細に貼っつけますので、そこから、はい、あの会場の案内とか確認してみてください。ありがとうございます。ぜひぜひ。是非是非ありがとうございます。はい、嬉しい。<laughs> はい、こんな感じでいろんな活動してます。<laughs> はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ですね、ちょっと明かりさんとまた、はいうん、あのこの後 一つのお題があってねテーマがありまして、うん、これをお話ししていこうかなって思っているんですけどはい、はい、今日の、はい、お題はですね、はい、夜ののリラックスタイムの過ごし方ですあ大事ですす大事よね、うん、なんかこうやっぱり夜,夜の過ごし方ってこの今後冬になると昼より夜の方がまあもちろん長くなってくると思うので、うん、より過ごし方って重要視されますよね。 もう何かオフの本当に眠る前とかね、うん、まあその時間なのでオフになってるじゃないはい、うん、まあね夜のお仕事の人もいるかもしれないんですけどやっぱりなんかそのリラックスする過ごし方って皆さんそれぞれ違うだろうなと思って、うん、確かに翌日の活力になりますよねこの夜のリラックスタイムのおかげで、うん、えー、ちなみに私は夜のリラックス した過ごし方っていうと、そうですね。でもなんだかんだ YouTube 見てる時が一番なんかお酒飲みながら YouTube 見て、ちょっとだらーっとしてる時間が私はなんか夜の一番リラックスできる過ごし方かもしれないです。あ、なるほど。YouTube、うん、どんな YouTube 見るんです？そうですね。うん、YouTube はあーでも。 普通に好きなモデルさんのお部屋紹介とか、うん、こうリラックスした様子を配信してる YouTube を見て何、うん、かこう共鳴するんですかねこの YouTube 上でもこのリラックスしている人を見て私もリラックスした状態でっていう,なんかこうので、うん、こう結構、心が落ち着いたりします。なるほど。はい そっかこのリラックスしてる人を見るっていう感覚は私なかったかもしれない。ああそうですかでも確こう例えば YouTube で好きなモデルさんがお化粧しながら、うん、最近こういうことがあったみたいな話を緩く話してるのがすごい好きで、うん、なのでこのやっぱプライベートな時間を見るっていうこととなん,かなんかこう一緒にはいないけどこの同じような。 こうリラックスした時間を過ごしているのを共有できてるような感覚になる。から、うん、多分好きなのかなと一応思いますね。えー、なるほどね。うん、あ、いいかも。うん。ちょっとさ、探してみよう。あ、ぜひぜひ。なんかモデルさん結構メイクしながら。喋ってる動画多い気がします。<laughs> ええーはい、かおりさんはどんな過ごし方をされますか。はい、私はですね。はい。あの。ヘッドスパイ用のこの。 なんか手ちょうど手に持ってマッサージする機会があってあはいはいはいあれでマッサージをするというのがうわあ最近ドハマりしてるあいいですね体にもいいし <laughs> 疲労回復に努めてますねそう <laughs> 最近やっぱりあの私結構オンラインが多いのでうんうんパソコンに向かって話してる時間がすすごく多いんですようん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 やっぱりだからあのそんなになんか疲れてる 気持ちは前はなかったんですけど、うん、なんかこの子やっぱりねこの頭の部分のがなんか固まってるなっていうのがあって、うんうん、それをグリ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 となんかこう EMS? んかピリピリピリ,ピリってなんか電気が出てくるやつすごいそんなのあるんだ <laughs> あって、ね、<ー>それをあごめんね家だから実際あるんですけどはい、はい、見えるかなあ、はい、今ちょっと 映像で見せていただいてるんですけど、ねえねえすごいなんか四つ足みたいなこの、ちょっと振動がいくような仕組みになってるのかな、これが回る<わ> <laughs> <laughs>、これは充電式なんですか？うん、充電式ですよ。へえ、すごい。ちいしヘラゴンになって、うん、あのビっ頭をマッサージするね、めちゃくちゃいい感じ。一<ー>日五分ぐらいやるだけでもだいぶ変わりますよ。あ、そうなんですね。 やっぱりなんか凝り固まってる時はこの気づかないけどほぐれた瞬間にわかりますよね、うん、でこれでもいいんだけど高井さん、うん、こ,ここを自分で軽くこめかみをぐるぐるあそうか今できないねあそうかヘッドホンっていうか、ね、<laughs> でごめんね <laughs> い,いえいえこめかみを手のこ平でぐるぐる、うん、意外と痛い痛くないあ痛いですこめかみ私めっちゃ苦手なんですよね、うん、痛いから 強くじゃなくて優しく、うん、しく耳の<ー>耳の上でいいので、はいはい、この耳の上を本当,本当に優しくなんかほぐすと、うん、結構これでもだいぶ氷が取れますよ。はあなるほど。なんか私こういうの強くやりすぎちゃうんですよね。うん。で優しくがいいんですったっけ。優しく本当にここほぐす。で本当は頭って掴めないといけないんだって。あへえ。掴めないですよ全然。 つか、うん、めない人は頭が硬い、うん、ええー、そうなんだ、うん、ちょっといいこと聞きましたそんな基準がそうでこの髪がうねるのは、はい、頭が硬いからなんだってへえー、そうなんだ <laughs> そんな関連性がうそうえー、ちなみにかおりさんはあのマッサージ器具を使うようになって何か変わりましたあえっとね髪がまとまりやすくなったあそうなんだうん多分この なんだろうマッサージして血行がいいってことかな結局血行が良くなったんじゃないかなはあはあはうんなんかなあの、うん、脳みそが疲れたままそのまま寝ちゃうと、うん、実は、ね、私夢変な夢見るんですよえー、どんな夢ですか <laughs> 何かに追われてる,る <laughs> ああわかるかもでもね私も遅刻する夢よく見ます、うん、もううーううってねうってるような感じで、うん 会うときたら、うん、もうすごくなんかもう全力疾走したぐらいの。で、なんかもう息<ー>息苦しい夢を見。み見て、うん、あこれの、これ疲れてる脳みそだと思って。確かに休んだ気にならないですよね。うん、ならない。あ、でもなんかちょっとだけ脱線なんですけど。私もなんかこう、うん、夢に影響。あ。疲れが夢に出やすい人だと思うんですけど、うん、リラックスしてる時も多分影響があって。 っていうのも、うん、なんかちょっと前にいい夢ばっかり見る日時があってでその極めつけにこの私、一回笑いながら起きたことがあってその時は講師ともにすごい順調だったっていうのもあって、うん、夢でもこんないいことがあるんだってすごい絶好調だったんですけどねねすごい、ねね、笑いながら起きるってなんかハッピーすぎるなと思って。うん こう,いう <laughs> こういう状態が続くように頑張ろうと思いました。ううしたへすごくいい状態で眠れてるんだね,、うん、ねえ本当に私直前眠る前に起きた直前のことだったりとか、うん、あのその日あったすごく刺激がすごかったものとか「これ、うん、が起こるな」ってなんかこうすごくあの印象に残るものが夢に出るんです、うん、へえ、そっか。うん なんかい,い,いいとか悪いとかじゃなくてねそのまま意識がそのまま反映されるというか脳をマッサージしようって言ったのはやっぱ疲れがあ<ー>睡眠の疲れも違うかもうん、うん、しかもこのその日の衝撃的な出来事ってやっぱ体力使うことだと思うから夢の中で見るとまた疲れそうですねうん,うん、うん、本当にやっぱなんかそ,そこなんかね 多分夜のリラックスタイムのこのやることって、うん、なんか一日のこの起きたことをなんか、うん、なんか流すじゃないなんていうのこの,あのオ,フオフモードにしてあ<ー> <laughs> 消浄化する消化するみたいなそうですなんかお風呂入ってるみたいですねその日の汚れではないけど、うん、こう疲れを落とすみたいなイメージですよね、うん、そんなイメージう,ーんうん 疲れ,疲れて眠る疲あ,あえて疲れさせて眠るっていう人もいるけどねああでも満腹になって寝るってそういうことだと思いました、うん、なんか食べるって体力使うからいいっっぱい食べた後は疲れて眠ちそうそう,そうまあまあちょっと太りやすくなっちゃいますけどこれしたらお腹いっぱいの時にすぐ眠ったら苦しくて眠れなくないああいや私は眠れます。 私もあれかなお年だからかなあそっかえでもなんか最近カップラーメンがカップ焼きそばがきつくなってきました食べるの胃もたれするというか気分悪くなる味この味付けの濃いさってこと濃いさとかんかこうんか疲れて動けなくなっちゃうようになって。 あなんか前まではバクバク食べてガンガン動いてたのになーと思ってびっくりしましたね。うん、なんかそうそうこのちょっと私も話がそれるんだけど胃腸が疲れてる時とか胃もたれが激しくなっていっば体の疲れで胃腸が良くなるんだけど、うん、それがさらにずっとほったらかしにすると、うん、なんか腰痛腰が痛くなるんですよ。へそそうななんんですねそんなところに、うん で、ぎっくり腰も、うん、この胃腸の冷えとかもうん、うん。もともと原因だったりとか、<ー>胃腸の疲れから疲れがたまって腰にくる。うん、そっか、やっぱ冷えは万病のもとって。なんか的を得た言葉なんですね。うん。あ、そう、だから私本当に疲れてる時、胃腸が疲れてる時はそうだ、よ夜,夜のリラックスタイムっていうか、この夜寝る前に。この湯たんぽ。うん、<の>う,んうん。あの。 レン,ジでレンジでチンして温めるタンポがあってそれをお腹の上に乗っけてから温めて眠りますああなるほど気持ちよさそうですね、うん、だいぶ楽だそう今思い出しました <laughs> うん、うん、確かにそうかもいやなんかこう私はさっきこの夜のリラックスした過ごし方について聞かれた時にやっぱ YouTube とか娯楽系を上げたと思うんですけど、うん、かおりさんはなんかこう 体のヘルスケアみたいな部分にも重きを置いてるんですね。そうですねななんだろう確かに体をメンテナンスするみたいな感じのが強いかもしれない。なるほど、うん、やっぱ夜にやるからリラックスしてできるとかあるのかなああそうありますよ。んなんか夜って無になるっていうかうん、うん、なんかそう暗いからなのかな 無に,<ー>になりやすい感じ。ありそうですね。そういう関係も。そう。なんか。ん今後かおりさんが試してみたいリラックス方法とかあるんですか。あ。えっと。うん、この。目の周りをマッサージする。ああ<ー>。私、マッサージばっかりだね。<laughs> いや、でも、それで疲れが取れるんだったら、やりたいですよね。すごいのがあって。はい。 なんかヘルメットみたいなのをかぶって、うん、目も頭も一緒にマッサージする機会があるんですよ。あなんかすごいなんかパーマ屋さんでしか見たことなさそうな携帯ですね。<laughs> あれ欲しいと思って。ええー、すごいそんないかついものが自宅用で <laughs> あるんだ。<laughs> うん、なんかねあの。頭をなんか、うん なんだろうちょっと軽く刺激するとかマッサージしたりとかするとうん,、うん、なんか違うところがなんか元気になる気がするんですああなるほどなるほど<う>なんか頭だけの影響じゃないってことですよねかもしれないまあねよく手手,手とか足の裏とかも刺激すると、うん、あっちこっち健康になるとか言うじゃん,うん、うん、言いますね、うん、頭もそれそれがあるんだや首とか直結してそうですもんね、うん、このいろんな病気の。 やつがあと私もなんか考えてみたんですけどリンパマッサージとか夜しっかりやってみたいなって思いましたああそうね,ね,ね,えねえあれや,るやった友達が結構なんかすっきりしてて顔周りが、うん、でなんか毎晩こうちょっと20分ぐらいランジョギングしてリンパマッサージしてあれお風呂入ってるだったかな。 っていう習慣を続けてたら、うん、なんかこう健康的にスラッとし始めたから、うそうだし心的にもなんかこうすごいリラックスというかこのねなんかいい感じになってるよっていうから私もそういうリラックス方法をやってみようかなってっそうだねこのなんかリンパをな,、うん、なんかなでるだけでもいいとかね,い,い,ねいますよね <laughs> あでなんだかんだお時間残り三分少々となりました。<laughs> ははい、はいいありがとうございます、はい、な結局は夜のリラックス方法がなんかね、あのー、なんだろう私は体のメンテナンスだったりとかあかりさんは YouTube、うん、んかやっぱり自分が好きなものを取り入れやすい時間なのかなってちょっと思っ,、うん、思った。うん、なるほど確かに。うん ちなみに、こう、香里さんは夜リラックスタイムを過ごすことで。昼にどんな影響があると思いますか。うん、ちょっと最後に聞いてみたいかも。はい、えっとね、翌日の、この、なんだろう。動きが焦らない。あ、焦らない、な<る>大事だ、うん。焦らなくなる。うん、うん、うん。なんか。確かに、こう、うん、しっかり眠ることにつながりそうですもんね。あ、そうだね。うん。 確かに翌日焦らず動けるって何か翌日の準備の段階にも入りますよねきっと。そうねもうやっぱり一日24時が夜でぶつ切りじゃなくって、うんね、夜リラックスして睡眠とって朝起きてると、うん、そのままなんかスムーズになんか物事が進みそうな、ねうん、私お酒好きだからお酒もいいんですけどうん、うんね、やっぱりお酒だと翌日の朝がつらいとかあ。 寝つきも悪いですよねなん、ま <laughs> ね、か最近はやっぱりあの翌日これ大事だなと思うのはもう次前の日はもう飲まないようにって決めてる、うんうん、なんか曜日で決めてるかも。うんなるほど、うん、いや曜日でまた変わるっていうのもいいですねメリハリがあって。うん うん、うん、どんな感じの過ごし方をしてますはいねぜひね皆さんもこういう過ごし方してるよっていうことがあったら、うん、ぜひねあのコメント欲しいなと思いますでメ,メールアドレス皆さんにお伝えします7 9 7アットマーク f m ギノワンド c o m ですはいホームページからもですねこの放送をご覧になることができますのでぜひ皆さん見ていただいてコメントをいただきたいなと思います。 はい、えー、では放送聴きの皆さんは、えっと、香里さんが番組前半におっしゃっていたこの会は終わってるんですが YouTube をご覧の方は、えっと、URL を貼っておきますので会場へのアクセス方法などご確認くださいありがとうございますいま、はい、はい。本日もありがとうございましたはい、本日もありがとうございました